はい、今日もね、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、はい、ということで、まあ、うん、普通にストーリー進めます。すいません、撮ってるんで。まあね、もう壊れてもいいんだよね、今日ね。はい、まあまあまあ、やっていきましょう。普通にポケモンですからね。でも弱し倒せてよかったな。運良かったね、最後ね。俺やっぱここでやってるよりも、あの家帰ってサブチャ見る方が好きなんですよね。いや楽なんで。楽だからな、うん、で、あとなんかサクサク進んでくれるし、テンポいいし、ストレスないからね。シリめんどいから普通に進めてほしいです。普通に見るの楽しんで。来ましたね。誰？コンビネーションだ。ん？女と男だ。あ、これ見て、女と男って乱数ジェネレーター、答えは12です。12、やべえ、キイチ12テレポートじゃん。え、キイチわざ1個覚えてねえけど。そうね、なんジムなんですよ。いや、でもそのサムのこの感じ好きだよ。ずっとやってる感じですから、ね、普通にただゲームやってるだけなんですよね。オイラの今日出せサブは、はい、結果は23。すいません、すいません、お前失礼だぞ。でもさ、こっちがタイミングでサブなんですけど、ルンバにカメラ乗せて動かしてるだけで。シュールですね。でも誰かしら見たいですね。気持ちに誰入れとけみたいなのあります？いや、オイラ結構ね、アウトローなポケモンで使ってないから。はいはいはい。ベトベターとか使ってたよ。あ、はい、ベトベターいいっすか？いやー、もうすぐ途中で。いらないっすか？僕らも手放しちゃいました。トミーの一番好きなポケモンは何だい？僕あれです。なんだっけ？またどうか。サンケソ？らしいね。スイくんです、スイくん。スイくんか。カンタ当てていい？はい。多分、あー、どうなんですかね。当たりはしないから。でも、カンタ、ま、あれでしょ、はい、打つボットでしょ。いや、そんなわけなくないですか？誰も好きじゃないでしょ。いや、ちょっと、はじめさん何が好きですか？サニーゴ。サニーゴってどう？マジですか？サニーゴ。ゲンガーとかじゃないんですか？なんかそういうなんかマニアックで強いやつ。あ、いや、うん、あれはメジャーだから。やば、そろそろ行かなきゃ。あ、行ってください。さ、皆さん、バイバイ。すいません。頑張って頑張って。ルンバの。いらっしゃってました、実は。頑張って。実はね。あざ、実ははじめさんでした。こう見えて。この感じではじめさんがいました。この使い方おかしいっすよ、この無駄遣いの仕方おかしいっすよ、ね、また来てください。ありがとう、頑張ってね。パンツないポケモン見るじゃん。だから規制かかるってこと？それはヤバそうなやつは規制かかる。顔もヤバいしね。まっちゃんかと思ったわ。水曜日のダウン検証してもらう。楽しませたいからちょっとセーブしよう一回。聞くね、うん、乱数ジェネレーター、その答えは79です。ダメだよ、間違ったじゃん今リアクション。え、どい、え、あ、そっか。おっ、なんなんだよ、できたのかと思った。できない、できないから覚えろよ。はい、なんかさ絶対長いよね。できたことないよね。一回だけあるか、初め。なんなのこれ、よくできてるわ。逃げたい、逃げたい。あ、ゲットしたい。乱数ジェネレーター90です。できない。なんでそうなの。90再起光線、これ強い、こいつ技覚えてやっとな。ゲットしたかったよな。うん。あ、試練開始。あ、話聞いてなかった。お、面白い。これ面白いと思ってるか。面白いじゃん。面白いな。音ネタじゃん。面白い、こいつら。今の踊りの形、よーく覚えておいてくれ。忘れたわ。なるほどな。これ踊れるようになりたいな。え、違った？真ん中だ。え、それを自分で選ぶの？楽しんでない普通に。戦い始まった。
あれめちゃくちゃだよ。当たったんじゃねえのかよ。43でいい？パルプヒューマンだ。はい、一撃じゃない？戻ったね、残り5回。尻尾振るより回す方に引きいっちゃうな。結果は43です。奇跡起きてます。ゼロ全然出ないね。でもサブが効果抜群だからここ多分余裕で倒せますよ、うん、お、21レベルともめんどくさ。2問目いきましょう。はい、これじゃん。うん、これじゃん。答えは32です。いや、山男でしょ、どう考えても。真ん中のガラガラの、これは。いや、真ん中のガラガラじゃないでしょ。真ん中どこかわかんないし。俺のどこか。なめんなよ、お前。いや、グーは出すんだ。結果は72です。72、アクアジェット、いいじゃん。一撃臭いな。すごい。いや、そのスピードで行って止まんのなんだよ。結果は46です。強いな。弱っ。強っ。いろいろと重なっていくんだけど、46決まりましたね。いいよ。みんなレベル上がるね。何も面白くない。何も面白いですよ。え？もうボイも難しいな。前、後ろ、前、山のとこ。わかりましたね。何？虫ポケモン出てきたぞ。しかも何タイプこいつ。炎で、炎。もうでもサブで行くしかない。で、必死で行くの。いや、だからもうさっきあ、戦闘サブ戦闘間違って入っちゃった時点でもうこのまま行くしかない。まあ、とりあえず行こう。結果は40です。ああ、一番強い攻撃出ましたね。おぉ、強そう。弱くね。弱。その答えは80です。まだやったことです。今サブに弱そうなんだ。こいつ弱いぞ。え、だからアイテム使ってサブを回復させた方がいいかもしれない、うん、使っていく聞いて。その答えは37です。うん、で、火傷を直そう。まあいいよね。うん。で、サブで、一瞬で。勝てそうじゃない？勝てるでしょ、全然。何にも効果ない。だって、うん、必死であんだけ削れるならさ。答えは60です。当たるってこと？一発じゃん。で、こいつも多分。弱っ。こんな手応えない虫いるんだ。残ったやつはどうでもいいしかない。答えは87です。87。あ、唯一ダメなやつだ。まあでも余裕でぶってるからさ全然いい。うん、やっぱ強くはあるんじゃない。結果は85です。お、強そうなのか。全然いいじゃん。もうチャンネルしかない。
でもチャームボイス強い技なのにこんだけだからね、うん、本来そこそこ苦労するんだよ。でも弱いですけどね。答えは11です。あとね、俺らレベル結構上がってるっていうのは28レベルだから。え、こんな感じ？え、調子いいね。勝ちました。おお、来たね。お前、これいいんじゃない？ピカチュウ慣れてじゃん。やったー、これ結構嬉しいな、今。これレベルじゃない、夏キドだからね。Pさんに懐かれたって言う、それが。キモ。キモくない？なんか、かわいくね？なんか、尻尾とかあんな感じだっけ？なんか、あれだね、なんか。あ、アローラの姿なんだ、多分。丸みを帯びてるね。なんか。太ってる。いや、なんか上目遣いなんの？なんか、女みたいな。ねえ、おばさんスタイルだよね。おばさんの立ち方なんだよ。すかしくらって。なんで負けと踊ってんの？負けよ。なあ、よかったよかった。三つ目か。うん。なんか、まあ苦労はしたけど、うん、あの弱しよりは全然平気だったね。っていうかまあ、弱しの前にこれやってほしかったね、気分的に。